決勝進出は最低ノルマだったと思います。いかがですか。そうですね。まああのちょっとギリギリだったんですけど、まあなんとか決勝にのれてよかったです。四国勢四人勝ち上がってきました。佐々木選手の位置はどうですか。鉄雄君がね、まあ四番手固めますって言ってくれたんですけど、鉄雄もね点数持ってるんで、まあ僕の地元ですけど、やっぱ四国でねやっぱまとまって、僕はもうしっかり四番手、ね、回って、まあ四番手からでもチャンスあると思うんで頑張ります。 二走した感触いかがですか。まあ初日はいろいろセッティングやシューズ試してたんですけれども。まあ今日は元に戻して感じは良かったと思います。決勝戦はどう戦いましょう。まあ短期なんですけれども、いけるところから思い切りいきたいと思います。このラインの二分線というのはどう見ますか。まあみんな強いし、まあちょっと難しいんですけれども。まあ緩んだところがあれば、思い切りいきたいなとは思っています。連勝での勝ち上がり、手応えいかがですか。いやもう、手応えありますね。 渡辺選手とは初日も連携がありました、ついていらしてどんな印象ですかいや、もう初日はね、最高のレースしてくれたんで、あのー、今年一番のレースだったねっていう話をしてたんですけども、はい、決勝戦はどんなレース運び期待しますか何回ずつで決まるように、あのー、きっちり仕掛けてあのもらえたらなというふうに思います前回の準優勝から流れ良さそうですね。うん、そうですすね、はい、流れはいいいとと思います渡辺優太選手との 過去実績あと、どんな印象がありますかそうですねあの、とても強くて、一着も取らせてもらってるんで、あの僕はいいと思ってます3番手からの直線勝負、うん、いかがでしょう、まあ、あの前の2人にしっかりついていって、あの直線勝負できればと思ってます準決勝戦、原田選手の係りっていうのはどうでしたか、まあ、あの南君のブロックが結構強烈だったので、あのよく乗り越えてくれたなと思います。 前二人の選手には、どんなレース運び期待しますか。ええ、とも、いつも二人にはお世話になっているんで、あの、垣光君も地元ですし。いいように走ってもらえたら、しっかりついていくだけです。あの、のりさんにも三番手譲ってもらえたので、あの、責任を感じながら、しっかり走りたいと思います。応援してください。決勝戦は四国四社です。どう戦いましょう。そうですね。僕は原田君の。番手て、まらしてもらえるんで。後ろと前に迷惑かけないように、一生懸命走ります。 原田選手と連携するっていうのはそうですね何回かあるんですけどめちゃめちゃ強いんで離れないように頑張りますこの番手戦どんなところ注意していきましょう自分が一番弱いんで迷惑かけないようにしっかりついていくことを意識したいと思いますコーチバンクは初出走ですこのコーチ500はどんな印象ですか長いんでいつも街道連射なんで合ってるかなと思います決勝戦メンバーの印象を教えてください、えー、みんな強いんで まあ力出しきれるように頑張ります。実質二分戦となりそうなんですが四国勢の動きどう見ますか。えまあ自分のレースするだけです。優勝を目指して頑張るので応援お願いします。決勝戦はどう戦いましょう。えそうですねあの短期ですけどあの積極的なレースで頑張ります。過去短期戦でのレースっていうのはどうですか。えそうですね最近あのなかなかないんですけどあの明日頑張ります。 どんな点に注意したいですか。そうですね。まあ、あの緩んでたら思いっきり仕掛けたいなと思ってます。明日も頑張りますので、五千円よろしくお願いします。近況のレース運びもバリエーション増えてきました。まあ、そうですね。最近、結構人間の決まり手も増えてきて、結構幅の広い。戦法が取れてきていくかなと思います。はい、決勝戦はどう戦いますか。まあ、そうですね。まあ、えー、と、も四人で話し合って、まあ、僕は先頭で走ります。 ラインとしては実質二分戦になりそうです。どんなレースになりそうです。まあ、まあ負けないように、まあラインも長いんで、しっかりかけたいかなと思います。